読売テレビ、日本テレビ系で16日、音楽特番、ベ、トヒット海王祭2023、午後7時9時54分が、大阪城ホールから3時間放送され、2021年11月にデビューした、INI、何わ男子、BE、ファーストの期3組が事務所課記念を超えて、コラボレーションした。INI と BE、ファーストは2021年11月3日、 何わ男子は同11月12日と同時にデビューし2周年を迎えたばかり。人気3組のラボレーションに注目が集まった。3組が捨て陣に上がると大阪城ホールは歓声の嵐。司会宮根誠二は今ステージ上すごいことがキコテルデと興奮。何わ男子の西畑大吾は我々。 で、優うが、同時期でして、同期の僕ら3組でコラボ、ションさせていただきますと挨拶し、グループ同士の交流を聞かれると、BE、ファーストのマナとは、INI さん、春、松田春と、リヒ、池崎正人、先イコール立つ先と、焼肉、行きましたと告白。司会のウエンツエイジから、K について突っ込まれると、松田は、ジャンケをしまして、負けたら、払おうってことで、 マナトくん、払いましたと明かした。何わ男子の長尾健が、先日、BE、ファーストさんのライブを見に行かせていただ、まして、めちゃくちゃかっこよかったです、と、L と、BE、ファーストは、ありがとうございます、と感謝。BE、ファーストのレオは、ビューの運命の日を、近くで迎えた3組なので、日という日が素敵な日になればと意気込み。INI の木村正木なりは、 なかなかない機会なので、思いっきり楽しみながら届けたいと思いますと胸高鳴らせた。INI はデビュー曲、ロケッティアを BE、ファーストと BE、ファーストはプレデビュー曲、シャイニングワンを何わ男子と何わ男子は、セカンドシングル、ザ・アンサーは INI&BE、ファーストコラボ。BE、ファーストは黒、INI は白とブルー。 何わ男子は赤を超とした衣装でも見せ、3組のメンバーが肩を見ながら歌ったりと、それぞれのファンを熱させた。夢のコラボを終え、何わ男子の大橋なりは、めちゃくちゃ楽しかったです。新しい芋が作れたので、またこうやって、みんなで作れ、らなと思いますと声を弾ませ、BE、ファーストの劉兵は、本当に一、一曲最高に楽しめましたと笑顔。 INI の高塚タイム、高イコール、四五高は、三組とも違う魅力のあるグループ、なって、思うので、いい科学反応を見せられた、じゃないかなと思いますと手応えをにじまった。SNS では、コラボ最高すぎた、夢のような時間で、た、同期組のコラボ本当に最高、BE、ファースト、INI、何わ男子三組、も、大優勝でした。と反響を呼び、 X では INY わびファコラボが上位にランクインしている。